はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ガシャポンなりきり仮面ライダーガイム2です。はい、200円の割に非常に出来のいいなりきりシリーズの新しいやつですね。今回は全9種類エナジー系のライダーのアイテムが加わって、戦国ドライバーが2つとゲネシスが2つ、それとソニックアローとエナジーが3つ、さらにヘルヘイムの森の実までラインナップされてます。そして今回は1000円使って5回やってきました。では5つ一気に開封します。では開けます。もうシールがガイムですね。お、オレンジアームズじゃなくって、はい、1個目は戦国ドライバーのウィザードアームズバージョンでした。もう完全にこれはもうどう見てもゲネシスドライバーですね。あ、レモンバージョン、はい、こんな感じです。しかもこっちはシールが入ってないですね。では3つ目、ゲネシスドライバーですね。あ、かぶったかと思いきやメロンでした。そしてこれにもシールは入ってないです。レアっぽいこのベルト系がバンバン出ますね。はい、4つ目、今度も戦国ドライバーですね。あ、でもオレンジアームズです。今回のオレンジアームズはジンバーになるんですよね。付属のパーツとシールもついてます。では最後5個目、ヘルヘイムの実が欲しいんですけど、もうシールが見えちゃってますね。これは仮面ライダーデュークのレモンエナジーでしょうね。こんな感じです。おはは、これすごいですね。クリアパーツっていうか、もう透明のプラスチックです。中丸見えですね。これは、あ、ちゃんと展開するんですね。そしてシールもついてます。ではどんどん貼っていきましょう。はい、まずはレモン。はい、ガイムも貼って、ウィザードもいきます。それと中ですね。この2つはシールなしです。はい、2、3分でシール貼りも終わりました。ということで、今回出た5つは、戦国ドライバーのウィザードとオレンジ、ゲネシスドライバーのメロンエナジーとレモンエナジー、そしてレモンエナジースイングですね。この5つが出ました。そして相変わらずクオリティ高いです。ただ基本的なデザインは前回の1と特に変更点はないです。なので戦国ドライバーは切ればオレンジが展開しますし、塗装も細かいですね。裏側はこんな感じ。クリップがありますのでベルトとかにカチャッとつけれます。こっちはウィザードバージョン。切るとちゃんとウィザードロックシートの絵柄になってますね。そしてゲネシスドライバー。こっちはメロンエナジーバージョンです。造形はちゃんとしてるんですけど、ここにシールがないので、ちょっとさっぱりして見えますね。ギミックはここを絞ると。こんな感じです。バネは入ってないので、戻ったりはしないんですけど、こんな感じで、ギリギリっていう音が鳴ります。後ろはこんな感じ。これもクリップですね。そして、ゲネシスドライバーは、エナジーロックシートが外せるんですね。脱着可能です。そしてもう一個はレモンバージョン。ギミックは一緒で、作りも全く同じです。で、こっちも外せます。そしてレモンエナジーロックシード。今回出た中では、僕はこれが一番好きですね。本当によくできてます。このパイプっぽいデザインとか、レモンの色もバッチリですし、このベースのクリア感もいいですね。ただ、錠前は開かないです。そして、前面は手動で開けます。ただ、ちゃんとシールもついてますから、断面もレモンですね。デラックスと比べると、こんな感じです。サイズはかなり小さいんですけど、全体的な作りは、よく再現されてますよね。そして今回の売りは、この2番の戦国ドライバーとゲネシスドライバーが合体してジンバーレモンになるんですよね。やってみましょう。フェイスプレートを外します。そして付属のクリアパーツをつけて、こっちからレモンを外します。そしてベルトの横に取り付ければ、はい、ジンバーレモンに合体しました。おー、これなかなかいいですね。デラックスっぽい雰囲気になってます。ただベルト本体のオレンジは外せないのと、レモンも蓋は閉まらないです。ただ、レモンを外して、メロンエナジーをつけることもできるんですね。これはなかなかいいです。ちなみにデラックスのジンバーレモンはこんな感じです。もちろんサイズは全然違うんですけど、やっぱり似てますよね。ちゃんと合体してる雰囲気が出てます。はい、ということで、ガシャポンなりきり仮面ライダーガイム2を紹介しました。いつも通り、どの商品もすごくよくできてますね。しかも今回はジンバーの合体までしますので、結構遊びがいがあると思います。ただ、このなりきり系のシリーズは武器がすごくいいんですよね。なので、本当はソニックアローが欲しいのと、やっぱりヘルヘイムの実、これが欲しいんですよね。このあたりを狙って、もう一回やってきます。以上、ガシャポンなりきり仮面ライダーガイム2の紹介でした。